さよさん、あなたどこにいるの？状況は知ってるわ。離婚するんでしょ？まったく。至らぬ嫁で申し訳ございません。子供はどうしたの？一緒にいます。一体何を考えてるのよ。新生児をこんな夜にずっと外にいさせるなんて。あなたは母親としての自覚あるの？家を出ることになって行く当てがなくて。義母は相変わらず私に厳しい口調で咎めたが、その後に義母が言った言葉は意外な言葉だった。今すぐうちに来なさい。え？私の名前はさよ。28歳で普段はヨガインストラクターの仕事をしている。子供の頃から運動が大好きでずっと憧れていた仕事だ。私の職場であるヨガスタジオはスタッフもお客様も女性しかいないため、普段男性と出会う機会は皆無と言っていいだろう。だけどそもそも私も結婚適齢期に入り、結婚願望に焦り始めていた。30歳までに結婚したいという夢があったのだ。そんな時に私は今流行りのマッチングアプリに登録することにした。登録してからは何人かの男性とやり取りし、数人とは実際に会って食事もした。だけどなかなか価値観が合う人に巡り会えないでいた。マッチングアプリで婚活することにいささか疲れを感じ、大会を考え始めていた矢先、ある男性からいいねが送られてきた。その男性はフリーでパーソナルトレーナーをしているとプロフィールに記載されており、もしかしたら話が合うかもしれないとピンときてやり取りを開始した。それが夫の健太との出会いだった。健太とは同業ということもあり、メッセージのやり取りを始めた当初から意気投合し、次の休日には会うことを決めていた。初対面当日、これまでマッチングアプリでは何人かと会ったが、今回はなんだかワクワクしていた。さよさんですか？はい、健太さんですよね。私たちは早速健太の予約するレストランへ向かった。私たちは仕事のやりがいや苦労話、また趣味の話でも盛り上がった。健太はフリーのトレーナーとして活動しているため、休日等の調整は融通が利くとのこと。私は社員としてスタジオに従事している身なので、休みはお店の定休日と平日の不定期だったため、健太のスケジュールを聞いてすれ違いになってしまうことはなさそうだと安心した。それ以外にも健太とは話していて、いろんな価値観が合う気がしていた。今日は初対面だが、私は健太と結婚したいと思った。そして帰り道、駅が見えてきたところで私は立ち止まった。健太さん、もしよかったら私と結婚を前提にお付き合いしてくれませんか？僕でよかったらよろしくお願いします。私は勢いで健太に告白をしてしまった。もちろん好印象なのもあるのだが、これ以上に理想的な人は出てこないだろうと思ったら、いても立ってもいられなくなったのだ。そしてまさかの健太も私の告白を OK してくれた。そして私たちは付き合うことになり、その後交際3ヶ月で結婚することが決まった。あれよあれよと結婚が決まり、プロポーズから半年後に私たちは入籍した。それから数ヶ月後に私たちは結婚式を挙げたのだが、その直後に妊娠が発覚。私は幸せな気持ちでいっぱいだった。ところが妊娠が発覚してつわりが始まると、健太の様子が変わっていった。ごめん、今日もつわりがひどくて、健太の分だけでお弁当買ってきてもらえないかな。ああ、マジか。じゃあ俺なんか食って帰るわ。多分遅くなる。こんな調子で私がつわりで動けない状況をめんどくさがるように、健太は私と距離を置くようになっていった。そしてついに臨月に入った。健太の様子は相変わらずというより、日に日にそっけなく悪化していた。出産の時立ち会いしてほしいんだけど、仕事大丈夫そうかな？ああ無理無理、スケジュールってか出産のシーンとか俺見れないから。そっか。さよ、何日間入院なんだっけ？3泊4日だよ。入院中1日くらいは病院来れる？赤ちゃんにも会いに来てほしいし。ああ、別にいいかな。ちょっとコンビニ行ってくるわ。健太はこれから生まれてくる自分の子供に全く興味がないようだ。しかも最近健太の行動が怪しい。やたらしょっちゅうコンビニに行きたがり、一度行くと30分くらい帰ってこないのだ。健太の行動に不信感を抱いていたが、ついに出産予定日3日前、陣痛らしくお腹の痛みが襲ってきた。
そして私は無事出産した。産後入院の間、結局健太は一度も見舞いには来なかった。ただ、私は生まれてきた我が子と過ごす時間がかけがえのない時間だったため、正直健太のことは忘れていた。そして退院の日を迎えた。有意義な産後入院ではあったものの、ようやく我が家に赤ちゃんを連れて帰ることがとても嬉しかった。そして私が家に到着すると、健太は出迎えもなしにソファーでスマホをいじっていた。ああ、おかえり。なんだか感じが悪いような空返事で返してくる健太。健太、私たちの赤ちゃん見ないの？ああ、うっさいな。そんなことよりそこに置いてあるやつすぐにかけような。私がダイニングテーブルの方に目をやると、そこには緑色に縁取られた紙が一枚。これ、どういうこと？見りゃわかるだろう。離婚届だよ。そうだけど、なんでいきなり離婚だなんて。私、出産したばかりよ。そんなお前の都合だろう。なんかもうお前に愛情湧かなくなったんだわ。そんなの一方的すぎるじゃない。なあ、あとこの家も売ったから、荷物まとめたらすぐに出てって。売ったって、そんな急に言われても私が行く当てがないの知ってるでしょ。だから、お前の都合なんて知らないっつうの。全く消せないけど、相談くらいしてほしかった。はいはい、もう何言っても無駄だよ。もう決めたことだし。健太は完全に自分勝手な言い分で私を追い出すつもりだ。家を売ったことについても売りに出しただけでまだ買い手は見つかっていないそう。こんな言い方をされて本音はすぐにでも出ていきたいが、今は生まれたばかりの子供のこともあるので、せめて家が見つかるまで1ヶ月だけでも住まわせてほしいと頼んだが、健太は聞く耳を持たなかった。私は半ば強引に荷物をまとめさせられ家を追い出された。生後1週間にも満たない赤ちゃんを抱えて夜道を歩く。幸い季節は春ではあったものの、こんなに小さな赤ちゃんと野宿するわけにもいかない。普通ならこういう場合みんな実家に帰るんだろうが、私には帰る実家がない。父親は誰なのかわからず、母は家を空けることも多く、酔って暴れる人だったため、近所に住む人の通報により私は保護され、その後は施設で育ったのだ。こうなったら私が育った施設に連絡しようと思っていたその時、突然ある人物からの着信でスマホが鳴った。え？お母さんから？なんと電話は義母からだった。義母とは決していい関係とは言えなかった。義母は絵に描いたような嫌味な姑で、味噌汁が薄い、掃除が行き届いていないなど、私が一人の時に自宅に来て厳しい嫁教育を受けていた。さらには私の仕事に関しても、私は本当は子供ができたら一度退職しようと考えていたのだが、義母は絶対に許さなかった。しかも夫の前では塩らしい義母、私は猫をかぶっている義母にへきへきしていた。サヨさん、あなたどこにいるの？状況は知ってるわ。離婚するんでしょ？まったく至らぬ嫁で申し訳ございません。子供はどうしたの？一緒にいます。一体何を考えてるのよ。新生児をこんな夜にずっと外にいさせるなんて。あなたは母親としての自覚あるの？家を出ることになって行く当てがなくて。義母は相変わらず私に厳しい口調で咎めたが、その後に義母が言った言葉は意外な言葉だった。今すぐうちに来なさい。え？恐る恐る義実家に向かい、到着するや否や義母は私と赤ちゃんの体を心配する。まだ夜は冷えるでしょ。家の中を温めておいたわ。ありがとうございます。今までこんなに優しい義母の態度は見たことがない。そんなことを考えている状況ではないのだが、私は義母の様子の違いにキョトンとしてしまった。授乳を終え、赤ちゃんはすやすや眠っている。私がほっとしていると義母が、今まであなたに厳しくしてしまってごめんなさい。あなたが健太にひどい仕打ちを受けないようにと思って厳しくするしかなかったのよ。今考えたらもう少し違うやり方があったわよね。本当にごめんなさい。実はこれまでの義母の厳しい態度は、今後私が夫からひどい扱いを受けないための特訓だったというものだ。仕事を辞めるのを反対していたのも、万が一のことを考えて手に職を持っていた方がいいという考えからだったそうだ。義母は亡くなった義父と健太から暴力を受けていた。そのため義父が義母に暴力を振るう姿を見て育った健太は、
思春期をきっかけに自分自身も義母を暴力でねじ伏せようとするようになった。逆なでしないように息子の前では塩らしく振る舞っていたのだ。健太からは絶対に私を手助けしようなんて思うなと念を押す連絡が来ていたそうだが、義母はいても立ってもいられなくなり自宅に招き入れたのだ。せっかくいいお嫁さんをもらったのに離婚するって聞いて私のせいかもと思ったのよ。そうじゃないんです。こんなことお母さんに言うのもあれですが、健太さんに離婚届を書いてすぐに出て行けって言われて。そうだったのね。でも実は私少し思い当たる節があるの。そう言って義母は話し始めた。それから3週間ほどが経った。赤ちゃんは保育士である友人にその日だけ預かってもらい、私と義母は健太の元へ向かっていた。その日は私にとって子供を預けても戦わなければならない決戦の日だったのだ。自宅のチャイムを鳴らすと玄関を開けたのはなんと健太ではなく女性だった。女性の顔を見て私と義母の予想は確信に変わった。どちら様でしょうか。あなたこそどちら様。私は健太の母です。え？義母がギロッと睨みを聞かせると女は立ちすくんだ。私と義母はそのまま玄関を上がり、ソファーでくつろぐ健太の前に立ちはだかった。何しに来たんだよ。健太は生きり立った素振りをしながらも動揺しているのが分かった。この女性はどなた？ああ、いやその説明できないわよね。悪いことしてるんだから。実は健太は私の妊娠が発覚した途端、健太のトレーニングの生徒である綾野に言い寄られ、まんまと誘いに乗っかり不倫に及んでいたのだ。この綾野という女もあろうことか健太が既婚者であるということを知っていて、私が妊娠中であるということをレッスン中に健太がぼそっと言ったことをチャンスと思い、健太を誘惑したようだ。義母の言っていた思い当たる節というのはこの綾野のことだった。ある日買い物に出ていた義母がたまたま道で健太を見かけたが、横には私ではない女と腕を組んで歩いている姿を目撃していたのだ。義母も自分が年のせいで視力が落ちているのかもと思うようにしていたようだが、私が追い出されたことで自分が目撃したものが確実に黒であると確信した。その後義母の協力もあり、私は探偵を雇い夫の行動を調査していたのだ。私は調査結果の書類をテーブルに広げた。健太と綾野は自分たちが仲睦まじく、誰が見てもカップルであるとわかる雰囲気で歩いている姿で自宅に入っていく様子の写真を眺めて固まっている。離婚はするけど、もちろん慰謝料も払ってもらうからね、お二人に。生意気なこと言うな。おい、お袋も黙ってねえのなんか言えよ。今まで育て方を間違えた自分に責任があると思ってずっと我慢してきたけど、もうかばいきれないわ。自分のやってきたことを思い返しなさい。自業自得よ。健太は義母に殴りかかろうとした次の瞬間、私は健太の腕を軽く掴んだ。すると健太は強く抑え込まれたかのように倒れ込んだ。インストラクターをしているといろいろなつてができるもので、以前私は護身術に長けた女性のインストラクターと知り合い、女性の護身術というレッスンを受けていた時期があった。恋愛的な出会いはからっきしだったが、仕事関係の出会いはとても多かった。こんな場面で役に立つのは予想外だったが、健太が倒れ込むと続いて綾野が土下座を始めた。奥様、本当に申し訳ありません。健太さんに言い寄られて既婚者とは知らず好きになってしまったんです。へえ、知らなかったんだ。もちろんです。だから私は被害者なんです。被害者ね。知ってたらこんな風に家に入り浸りしませんよ。お前嘘つくなよ。お前から誘ってきたんだろ。それは健太が言っていることが本当よね。あなたはレッスン中も指は外さないもんね。そうなんだよ。ってなんでお前そんなこと知ってるんだよ。仕事している姿なんて見せたことないだろ。こっちは腕のいい探偵にあなたの体験レッスンまで受けてもらって全部知ってるのよ。もうどんなにあがいても無駄よ。そんなことまで。でもこれで俺の無実が証明されたよな。スエゼン食わぬは男の恥って思ってついつい部屋遊びしちゃったんだ。なんか被害者面してるけど、あなたも同罪だからね。覚悟しておいて。なんでだよ。部屋遊びが無実なわけないでしょ。言い換えれば立派な不貞行為なのよ。綾野、全部お前のせいだからな。なんでそうなるのよ。ふざけるな。
ああごめん、痴話喧嘩をもう少し待ってくれる？もう一つ大事な話があるから。今度はなんだよ。この家売ったとか言ってたけど、そもそもそれも嘘よね。それはお前を追い出すための口実だったんだよ。これからあなたたち二人で住む予定だったみたいだけど、この家はこれからお母さんが住むから。はあ？実は亡くなった義父は不動産をいくつも所有しており、この部屋も義父が所有していた不動産の家の一つだった。前の居住者が退去したタイミングで健太が独身時代から住み始め、 2LDK と子供がいても十分な広さであったため、そのまま結婚後もこの部屋に住むことになったのだ。健太は義父が生前の頃から自分が住んでいたため、義父が他界してからは遺産として自分が所有していると勘違いしていたようだ。実際は義母が遺産として相続し、相続税や固定資産税などはもちろんずっと義母が払ってきたのだ。健太は床に座り込み、綾乃の方は私たちの目もはばからず泣きわめいて、悲劇のヒロインにでもなったつもりのようで、何とも混沌とした状態だったが、言いたいことは全て伝えたので、私と義母はその場を後にした。それから数ヶ月後、証拠も揃っていたので私と健太はすぐに離婚することができたし、不貞行為による慰謝料も一括で支払わせることができたのだが、思いもよらぬ事態に発展し、事態の収束には思いのほか時間がかかった。理由はなんと綾乃も既婚者でダブル不倫だったのだ。綾乃の夫は綾乃の浮気に全く気がついておらず、自宅に慰謝料に関する書類が届き、たまたま内容証明郵便を受け取った夫が弁護士事務所から綾乃宛に届いたことに驚き、思わず開封し始めて、綾乃が不倫をして慰謝料を請求されていることを知ったのだ。このことで綾乃の夫も離婚と慰謝料を請求。私が探偵から受け取った書類を綾乃の旦那に情報共有するなどのこともあり、今回の事件について気持ち的に解放されたのは綾乃の離婚が成立してからだった。それから約1年後、私は職場に復帰した。育休中の離婚に職場の同僚たちはかなり驚いていたが、みんな変な気を使わずに接してくれた。出産後すぐにシングルマザーになってしまい、育児に仕事に大忙しだが、どちらも大変さより楽しさの方が勝っていて、充実した日々を過ごしている。一方義母については、実は健太と離婚してからも進行が続いている。定期的に子供に会わせたり、子供が発熱してお迎え連絡が来た時に、仕事の状況的にどうしてもすぐに行けない場合は義母に迎えに行ってもらったりもしている。しかも義母は私に所有している不動産の一部屋を私に譲ってくれたのだ。そのおかげで私は今何不自由なく生活している。離婚前は義母のことが大嫌いだったが、義母の本心を知ってからは義母に感謝することばかりだ。急な残業になってしまって、今日も預かってもらいすみません。いいのよ、私も一緒に過ごせて楽しいわ。それより今日はね、この子私のことバーバって初めて呼んだのよ。本当ですか？お母さんの写真を見せて家で覚えさせた甲斐がありました。結婚当初は義母とこんなに良好な関係になるとは思ってもみなかったが、身寄りのない私にとってこんなに頼れる存在ができたのは人生で初めてだ。義母の方も私のことを本当の娘のように接してくれている。今でも私に厳しくすることもあるが、今となっては愛の無知と思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。あかねさんのせいで本当にお金に困ってるんですよ。え？私の発言に義両親と義兄は驚いていた。ちょっとみゆきさん、何を言ってるの？そんな根も葉もないこと言わないでちょうだい。そうやって慌てている義兄嫁に、私はある証拠を突きつけてやった。これは。おい、あかね、一体どういうことだ？私の名前はみゆき、32歳の主婦だ。夫の明宏とは結婚して5年になる。私たちの出会いは職場だった。同じ会社で働く同僚同士だった私たちは一緒の仕事をすることが多かった。そのため自然と距離が縮まっていった。仕事後に飲みに行くことも多く、お互いの性格などもよく理解していた。それから彼が私に告白してくれて、私たちは付き合うことに。
順調に交際を続けていった私たちは1年ほど付き合った後に彼からプロポーズをされて結婚することになった。みゆきとならどんなことも楽しく乗り越えられるような気がするんだ。だから俺と結婚してくれ。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち、新婚生活はとても楽しくて幸せだった。私たちは共働きだったのだが、夫は家事がしっかりできるので、料理や洗濯、掃除も完璧にできていた。夫が作る料理はとても美味しくて、メニューによっては私より上手だと思う。そのため、お互いにストレスなく日々を生活することができていた。そしてそうやって幸せな新婚生活を送っていた私たちのところに、さらに幸せが訪れた。それは私が妊娠をしていると分かったことだ。秋広、どうやら赤ちゃんができたみたい。え、本当に？夫はものすごく喜んでいた。よし、俺はもっともっと頑張ってみゆきと赤ちゃんのために稼ぐぞ。頼りにしているわ。それから私は無事に出産をした。生まれてきたのは可愛い女の子で、私と夫は娘に春菜という名前をつけた。毎日夫と二人であやし、親バカ状態で育てていた。もちろんちゃんとしつけもしながら育てていたので、娘はとてもいい子に育った。私は出産を機に退職し、専業主婦になっていたので、娘のために割く時間はたくさんあった。だからしっかりと教育をすることができたのだ。そんな娘も現在は4歳になり、物事を考える力も身につき始めている。私はどんどん成長していく娘の姿を見て、いつも嬉しく思っていた。そして夫は宣言通り出世をして給料が上がった。だがその分忙しくなっていて、最近では休日出勤も増えているようだ。私は夫を支えるために一生懸命に家事を頑張っている。栄養たっぷりの食事を用意して、娘と夫に食べさせて、シャツもアイロンがけをしっかりして、部屋はいつもピカピカにしている。みゆき、本当にありがとな。もう俺よりもどの料理も美味しく作れるし、毎日美味しいものを食べさせてくれるから元気に働けるよ。私だって秋広に感謝だよ。あなたがいつも一生懸命に働いて稼いでくれるから安心して生活ができてるよ。私たちはそうやってお互いを褒め合って、すごくいい夫婦関係を築けていた。だがそんな中、最近ちょっと問題が起きていた。それは義兄嫁の茜の存在だ。つい最近、義兄夫婦は私たちが住んでいる地域に引っ越してきた。義兄嫁は現在妊娠3ヶ月で、さらにすでに子供が2人いる。子供たちは5歳の長男と3歳の長女で、ちょうど2人の間の年齢に私の娘がいるという感じだ。義兄嫁はものすごく美容に気を使っているのか、とても子供2人がいるようには見えない。幼稚園のママ友の間でも話題になっているようで、義兄嫁が使っている化粧水などをみんな使いたがるそうだ。そんな風にカリスマ的存在として扱われている義兄嫁だが、実は本性はものすごく腹黒くてわがままだった。というのも、私は義兄嫁にいろいろと面倒事を押し付けられているのだ。義兄は自分がパートで働いていることを理由に、いつも子供たちの送迎を私に押し付けてくるのだ。春菜ちゃんを送るついでだからいいでしょ？そうやって言ってくるが、小さい子を3人も連れて歩くのはものすごく気を使う。しかもましてや自分の子ではないから、さらに注意して見ていなければいけない。もし怪我なんてしてしまったら、ものすごく申し訳ないからだ。だから私は毎日の朝の時間がすごく辛かった。みゆきさん、今日もありがとう。いえ、茜さん、さすがに毎日私が送迎をするのは大変なんですけど。ええ、専業主婦のくせに何甘えたこと言ってんの？え？私は妊婦なのにパートにも出てるのよ。専業主婦で働いてもいない妊婦でもないあなたに大変とか言われたくないんだけど。義兄嫁はそうやって私を罵倒してきた。確かに義兄嫁は大変なのかもしれないが、だからといって毎日私が義兄嫁の子供たちの送迎をする義務なんてない。それにどうしてそんな風に悪口を言われなければならないのだろうか。いろいろと言いたいことがあったが、それでも義兄の奥さんだからと強くは言い返せなかった。すると義兄嫁はどんどん調子に乗り始めた。ちょっと仕事が長引いてるからさ、晩ご飯を作って食べさせておいてくれる？え？風呂にも入れさせておいてね。じゃ、お願いね。
あ、ちょっと。電話でそうやって一方的に頼んできた義兄嫁。私が断る隙もなく電話は切られてしまう。仕方なく私は子供たちのために晩ご飯を作り、お風呂にも入れてヘトヘトの状態になった。そしてその頃になんだか楽しそうな気分の義兄嫁が迎えに来るのだ。いい子にしてた？うん。偉いね。さすが私の子だね。そう言って自分の子供を褒めて帰っていく義兄嫁。私に対しての感謝の気持ちは何もなし。こっちがどれだけ大変な思いをしてと思っているのだろうか。それでも義兄嫁は妊婦だし、私があまりきつく言ってはかわいそうだなと我慢することにした。出産を終えれば義兄嫁も子供たちの面倒をちゃんと自分で見るだろう。そうやって私は自分に言い聞かせた。そして義兄嫁の子供たちの世話を頑張っていたのだが、予想以上にいろいろと大変だった。まだ5歳と3歳とはいえ、子供たちは何でもバクバクと食べて食費がかなりかさんだ。いくら夫が昇進して給料が増えたからといってめちゃくちゃ家計に余裕があるというわけではない。そのため食費がこうやって増えることはかなり厳しかった。私はある日、義兄嫁に少しでいいから食費を負担してほしいとお願いした。最近はほとんど毎日のように甥っ子たちの食事を作っているので、かなりの出費になっていたのだ。しかし義兄嫁は私がお願いをしても全然聞き入れてくれなかった。私たちも大変なのよ。余裕ができた時に支払うから待ってちょうだい。まあ、そういう細かい請求をしてくるなんて心が狭いと思うけどね。まるで私がケチくさいかのように言ってくる義兄嫁。そんな言われ方をしてしまっては少し我慢するしかないかと思ってあまり言わないようにしていたのだが、その後も当たり前のように晩ご飯を食べさせておいてとか、風呂に入れておいてなど私に要求してきた。さすがにこうやって何ヶ月も私が食事の負担をしているのはおかしいと思う。そのため私は再度義兄嫁に食費の負担をお願いした。まだそんなこと言ってくるの？まだって何ですか。それくらいうちの家計を圧迫してるんです。支払ってもらわないと困りますよ。だからまとまったお金が入った時にでも支払うって言ってるじゃない。それじゃあ借用書でも書いてくれませんか？はあ？何それ、絶対嫌だからね。っていうかそんなこと言い出すとかありえないんだけど、あなたは私を家族だと思っていないの？最低。最低なのはどっちだよ。そして義兄嫁はそれからさらにどんどん調子に乗っていった。今日さ、長男の服を取りに行く予定だったんだけど、仕事で行けないから代わりに取りに行ってくれない？今日行かないと取り置きが終わっちゃうの。長男が楽しみにしてるからお願い。そうやって私をパシリに使ってくる義兄嫁。仕方なく服を取りに行くと、なんと支払いが終わっていないようで私が支払いをさせられた。しかもその額は2万。私はギリギリ手持ちがあったから払えたが、本当にヒヤッとした。そして義兄嫁が子供たちを迎えに来たタイミングで私はお金を請求した。さすがにこの2万は付けにはできないですよ。もともと取りに行く予定だったんですからお金はありますよね。今すぐ支払ってください。私はそのように義兄嫁に詰め寄った。だが彼女はまたも適当な言い訳を言ってきた。今日さ、辞める人がいて、その人の送別のための品を買わなきゃいけなかったのよ。だからまた今度支払うわ。そんな。義兄嫁はそうやってまたしても支払いを断った。そしてその後も私を困らせてきた。なぜか着払いで義兄嫁の子供たちの服を私の家に届くようにオンラインで注文をして、私に代金を支払わせるのだ。そのためどんどん私は出費が重なってしまい、家計をやりくりするのが大変になった。そんな中、ある日夫が私の様子を見て心配そうに話しかけてきた。みゆき、何かあったのか？え？何かって？なんかすごく辛そうにしてるけど。そんなことないよ。私は夫に心配をかけたくなかった。だから自分からは言い出せなかった。何もないよ。そうやってごまかそうとしたのだが、どうやら夫には見抜かれていたようだ。何でもないわけないじゃん。そうやって何でも自分で抱え込もうとするのやめなよ。夫にそう言われ、私は気がつけば涙を流していた。そしておえつでうまく喋れなかったけど、ゆっくりと夫に状況を説明した。私はこれほどまでにストレスを感じていたのかとようやく理解した。私は思っていた以上に義兄嫁のことで悩んでいたのだ。夫は話をすべて聞き終えるとすごく悲しそうな顔をした。
どうして今まで話してくれなかったの？そんな辛くなるまで抱え込むなんてダメだよ。ごめんなさい。仕事で忙しそうにしてるあなたに心配をかけたくなくて。気を使わせてしまってごめん。だけど心配をかけたくないからって黙って自分が潰れるようなことはもうしないで。それは本当の優しさではないよ。俺にとってはみゆきと春菜が笑顔で幸せでいることが何よりも幸福なことなんだから。だから心から笑えていない時があるんならちゃんと言ってほしい。困ったことがある時はいつでも相談してほしい。うん、わかった。これからは何でも相談する。それにしてもお姉さんはなんでそんなに忙しそうにしてるんだろう。普通妊婦だったら仕事をたくさんしないと思うんだよな。ましてお姉さんは性格的にそんな勤勉ではなさそうだし、そもそもパートだし。確かに。夫に言われて私もおかしいと思い始めた。もしかしたら仕事ではないことで時間を取られているのかもしれない。そして夫はこんな提案をしてきた。一度お姉さんのことを調べてみるか。え？なんと夫は更新所に調査を依頼するというのだ。でも私も賛成だった。正直言って義兄嫁の行動は怪しかった。そして調査をしてもらうと驚きの事実が判明した。それは義兄嫁が不倫をしていたことだ。どうやらパート先のカフェの店長と不倫をしているようなのだ。それで自分の仕事が終わった後とかに店長とホテルに行ったり店長の家に行ったりしているようだ。証拠写真もたくさん手に入れることができ、これだけあれば義兄嫁を問い詰めることはできるだろう。そして私たちはその機会をとあるタイミングに合わせることにした。それは正月の義実家に親戚たちが集まるタイミングだ。当日たくさんの親戚たちがやってきて宴会が行われた。みんな楽しそうにお酒を飲んでいて、義兄嫁も何食わぬ顔で楽しんでいる。そんな時私は義母に話しかけられた。みゆきさん、最近はどう？いろいろと問題ないかしら？それがちょっと悩んでることがありまして。え？どうしたの？あかねさんのせいで本当にお金に困ってるんですよ。え？私の発言に義両親と義兄は驚いていた。親戚たちも私の方を見て静かになった。私が大きめの声で言ったので義兄嫁にも聞こえており、慌てて義兄嫁がこちらにやってきた。ちょっとみゆきさん、何を言ってるの？そんな根も葉もないこと言わないでちょうだい。そうやって慌てている義兄嫁に私はある証拠を突きつけてやった。これ、私が茜さんに買うように言われて買った甥っ子たちの服のレシートをまとめたものです。それでこっちが毎日甥っ子たちに食べさせていた晩ご飯の記録ですね。これだけ食費や副代などがかかってるんですよ。毎日のように茜さんが私に子供を押し付けてきたので。これは私が証拠を出すと、義両親と義兄がそれらに目を通して驚いていた。おい茜、一体どういうことだ？義兄が義兄嫁を怒鳴りつける。それはちょっと仕事が忙しくて。はあ、パートなんだから残業とかないだろ。それにお前のシフトは朝から昼過ぎまでだから、晩ご飯まで帰ってこないなんて時はないだろうが。それなのに子供たちの送り迎えに晩ご飯を作らせて副代まで負担させていたのか。どうしてそんなことをしたんだ？義兄が義兄嫁を問い詰める。義兄嫁は絶体絶命の状態だ。そして私はそこで夫と一緒にとある事実をみんなにバラしてあげた。店長と愛を育むのに忙しかったんですよね。え？義兄嫁はぎょっとした目でこちらを見てきた。何言ってるのよ。今度こそ適当なこと言わないでちょうだい。ああ、まだしらばっくれるんですか。私、夫と一緒に更新所に調査を依頼したんですよ。え？そしたらたくさん証拠が出てきました。私はそう言ってテーブルに義兄嫁の不倫の証拠写真を並べていった。やめて、こんなもの並べないで。そう言って義兄嫁は慌てて写真を隠そうとしたが、義兄がそれを止めた。まあひどい。ちょっと茜さん、どういうこと？あなた息子や孫という家族がいながらこんな最低なことをしていたの？しかもみゆきさんに全てを押し付けてお金の負担までさせて信じられないな。本当に最低だよ。義両親と義兄にそのように責められて、義兄嫁は顔を青くしながら固まっていた。親戚たちも冷たい目で義兄嫁のことをにらみつけている。あ、
あなた、違うの。これはその、仕方なく。こんな風に楽しそうに笑ってるのに、仕方なくだなんて言い訳が通じると思うな。お前がやったことは人として、妻として、母親として最低だよ。たくさんの人を悲しませて迷惑をかけたことを自覚して反省しろ。お前とは離婚だ。今すぐ出て行け。義兄嫁は涙を流しながら膝から崩れ落ちた。そしてそのまま義両親と義兄によって外に追い出された。ゆきさん、本当に申し訳なかった。なんでお詫びをしたらいいか。私たちも何も気づけずにいてごめんなさい。いえ、お母さんたちやお兄さんが悪いわけではないですから。あいつが無駄に支払わせた分は私が立て替えて支払いますので。義兄はそう言ってまた頭を下げてくれた。その後、義兄は義兄嫁と不倫相手に慰謝料を請求して義兄嫁とは離婚をした。そしてそれぞれから300万の慰謝料をもらうことができたそうだ。義兄嫁は店長の奥さんからも慰謝料を請求されたようで、一気に借金まみれになったらしい。義兄嫁はパート先でも冷たい目で見られ、さらに店長は左遷されて違う店舗に飛ばされたらしい。さらには新しい店長がものすごい厳しい女店長らしく、義兄嫁は精神的な辛さからパートを辞めてしまったらしい。現在は違うバイトをしながらボロアパートに住んで慰謝料を支払う日々を送っているそうだ。ちなみに子供たちは義兄が引き取り、現在は義実家に住んで義両親が日中に子育てをしているそうだ。甥っ子たちはいい子たちなので義両親に育ててもらう方がいいだろう。一方、私は義兄から今までの義兄嫁のツケを支払ってもらうことができた。夫には何かあったら必ず相談するようにしているので、夫婦関係はかなり良好だ。これからも私は夫と娘を大事にしながら家族仲良く幸せな人生を過ごしていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。家族水入らずの邪魔だから、この家から出て行ってちょうだい。里帰り出産が終わるまでは戻ってこないで。そう言って私と子供を追い出そうとする義母。お前ら他人だろ。夫までも義母に賛同してこんなことを言ってきた。もういい。他人というならこれからもずっと赤の他人でいようじゃないか。私は義妹が出産をしても家には戻らなかった。すると夫と義母から鬼電がかかってきた。助けてくれ。どうして戻ってきてくれないの。私の名前はかすみ、30歳の主婦だ。夫の大輔とは結婚して3年になる。私たちの出会いのきっかけは友人の紹介だった。仲のいい飲み友達がある日連れてきたのが大輔だったのだ。私たちは 4,5 人くらいのグループでよく飲むようになり、バーベキューやドライブなどにも行くようになった。そのうち彼からアプローチを受けるようになり、私も彼のことが気になり始めた。そして彼に告白をされて付き合うことに。それから1年ほど交際を続けた頃、私が妊娠していることが判明した。それを機に結婚することになった。妊娠がきっかけだったが、私は彼との結婚を考えていたので良かったと思う。それから私は無事に出産をした。生まれてきたのは女の子で、私と夫はエミと名付けた。エミはとても可愛らしくて天使かと思ったほどだ。夫も娘のことをとても可愛がっていた。家族3人仲良く幸せな日々を過ごせると思っていたのだが、ここで問題が起きた。それは義父が亡くなってしまい、その後義母が同居したいと私たちに言ってきたことだ。私は正直言って同居には反対だった。義母は何て言うか頭の固い人という印象があり、昔ながらの考え方に固執している印象があったからだ。だが夫は義母と一緒に暮らすと言って聞かなかった。母さんは父さんを亡くして悲しんでいるんだ。そんな風に落ち込んでいる母さんは一人にしてはおけないよ。家族なんだから支え合わないといけないだろ。かすみのわがままを聞いている余裕はないんだよ。わがままと言われて私はムッとした。まだエミが生まれたばかりだし、しかも新婚なのだから3人で生活をしたいという思いだってあったのに、どうして私が悪いような感じで言われなければならないのだろうか。その時に私は少し夫に対して不信感を抱いた。この人はもしかしてマザコンではないだろうかと。
そして私の予想は的中していた。夫は私や娘よりも義母を優先するマザコンだった。大輔ありがとうね、同居許可してくれて。ううん、いいんだよ母さん。俺たちも母さんと一緒に暮らせて嬉しいから。嬉しいのはあんただけだろうが。そう突っ込みたいのを我慢する。お母さん、これからよろしくお願いします。ああ、よろしくね。それじゃあ早速荷物を運んでちょうだい。ぶっきらぼうに返事をしてそのように命令をしてくる義母。私はため息を吐きながら荷物を運ぶ。義母は私と夫の結婚に反対をしていた。できちゃった結婚だなんて最低よ。はしたないったらありゃしないわ。本当にそのお腹の子は大輔の子供なの？まさか企んを企んでるんじゃないでしょうね。あら、いやだ、私ったら陰を踏んじゃったわ。結婚の挨拶の時にそんなことを言ってきた義母。陰を踏んでいるというよりもただのつまらないダジャレだと思ったし、初対面でそんな風に罵倒してくる義母に絶句したのは言うまでもない。その時は義父が私をかばってくれて何度か義母はおとなしくなったが、義母がそんな発言をしたもんだから夫も不安になったのか、 DNA 鑑定をするとか言い出して、生まれてからすぐに娘が夫の子か調べることになった。すぐに結果が出て夫の子だと分かったので夫も安心した様子で娘のことを可愛がっていたが、私は自分があらぬ疑いをかけられたことにとても腹が立っていた。そういうこともあり、私は義母のことが苦手というかほとんど嫌いになっていた。そして同居が始まってからも義母はとても厄介な存在となった。何かにつけて私の子育てにケチをつけてくるのだ。あ、もうそんな抱っこの仕方じゃダメよ。え、粉ミルクなんて使ってるの？なんで母乳を与えないのよ。すいません、私があまり母乳が出なくて。本当にダメな嫁ね。これだからできちゃった結婚は。別にでき婚は関係ないだろう。何かにつけて義母は私を罵倒したがる。あなたは子供の怪し方もダメだし家事もダメね。この間の魚の煮付けなんてすごくまずかったわ。そうですか、ごめんなさい。義母はそう言っているが、私は義母のためにできる限り薄味のものを作ってあげているのだ。というのも義父は高血圧からの脳梗塞が原因で亡くなってしまったからだ。直接的な原因ではないのかもしれないが、義母が作る料理は味がものすごい濃い。私の予想としては義母の料理を食べ続けて義父は高血圧になり、それから病気になってしまったのではないかと思った。ということは義母自身も夫も今まで味の濃いものを食べてきたことになる。だから少しでも薄味に慣れてもらって健康的でいてほしいと思っていたのだ。だがそんな私の優しさは届かず、義母からはまずいの一言で片付けられてしまった。それにかなり幻滅してしまったのは言うまでもない。そして子育てにもあれこれと文句をつけてくるのだから、私はどんどん義母との同居生活が嫌になっていった。こんな風にいろんなことで私をいびってくる義母。細かいことを数え上げたらキリがないだろう。私はさすがに我慢できなくなり夫に相談をした。お母さんといると落ち着いて子育ても家事もできないんだけど、やっぱり同居は解消してせめて近くに住むとかにしてくれないかしら。私がそう言うと夫はとても嫌そうな顔をした。なんでそんなこと言うんだよ。家族を邪険にするなんて最低だぞ。お前は母さんに孤独で寂しい思いをさせろっていうのか。それに母さんはお前のことを思ってくれてるんだ。私がしっかりと教育をしないとって言ってたんだぞ。あれは教育ではなくてただのいびりじゃないか。夫は私の気持ちを全く理解してくれないどころか、義母の肩を持って私を責めてきた。そして義母はそんな私と夫のやりとりを見ていたらしく、夫の前でも私をいびるような発言をするようになった。かすみさんは本当に使えない嫁なのよ。世論が悪い人ってたまに見かけるじゃない。かすみさんは完全にそれね。生まれてきた子供にそんなマイナス部分が映らないといいけど。そんな風に私をバカにしてくる義母。そして夫もそれに同調した。ああ、確かにそうだな。かすみ、母さんの言うことをちゃんと聞いて子育てをするんだぞ。マザコンである夫は義母の言うことを鵜呑みにしてしまう。そして義母の言葉に賛同するので、義母はますます調子に乗るのだ。
私のことをいびってくるのはまだ100歩譲って構わないとしても、娘の子育てについてまで口を出してくるのはとても腹が立つ。ちょっとあなた何をしているの？こんなのいらないでしょ。子供は外で遊ばせるのが一番よ。エミちゃん、さあお外で遊ぼう。義母はそう言って無理やり娘を外に出そうとした。こんなのいらないと言ったのは、私が買い与えた英語学習の教材だ。子供向けの有名な可愛いキャラクターのアニメが収録されている。これで早い段階から英語に慣れさせておこうと思っていたし、そもそもこのアニメを娘は気に入っているのだ。それなのに義母は無理やりテレビの画面を切って娘を外に出そうとした。さすがにそれは許せなくて、私は義母に注意をした。ちょっとお母さん、そんな風に無理やり娘を外に出そうとしないでください。エミはこの英語の DVD のアニメが好きなんです。3歳なのに外で遊ばないなんてダメよ。将来貧弱な子になってしまうわ。いや、男の子じゃないんだから。全く外で遊ばせないわけじゃないです。ただ今はエミは DVD を見たがっているんですから、それを取り上げるようなことはするべきじゃないですよ。私がそう言うと、義母は目を見開いて怒った。ああ？私の方が子育ての歴は何十年と長いのよ。それなのに私に逆らうっていうの？小娘が私に意見をしてるんじゃないわよ。大きな声を出して怒る義母。その声にびっくりして娘が泣き出してしまった。エミ怖かったね。こっちおいで。私は娘を抱きしめて守った。義母は娘が泣いたことでさすがに興奮しすぎたことを自覚したようで、少し冷静になったようだ。ふん、まったく気に入らない嫁だよ。このことは大輔に報告させてもらうからね。義母はそう言って自分の部屋に入っていった。義母が今にいないだけでかなり気分が楽になった。いつもソファーでダラダラとしながら私にあーだこーだ言ってくるからだ。そして夜になり夫が帰ってきた。どうやら義母は LINE で夫に説明をしていたようで、すでに夫は怒った様子だった。おい、かすみ、お前どういうつもりだ。母さんがお前に嫌がらせを受けたって言ってたぞ。せっかくエミを連れて外に遊びに行こうとしたら無理やり禁止されたって。母さんが良かれと思ってやっていることをそうやって拒絶するなんて最低だぞ。そのように義母を弁護する夫。私はエミが望んでないことを無理やりやらせないでくださいって言っただけですよ。あ？お前は母さんよりも子育てが上手だって言いたいのか。とんだ勘違い野郎だな。お前は母さんの言う通りにしてればいいんだよ。どうしてそうなるの？私は母親なんだから、ちゃんと自分なりに娘を育てるわ。だからそれが間違った子育てになるんだよ。夫は義母の育て方が正しいと思い込んでいるようで、私の意見なんて全く聞き入れてくれなかった。これ以上俺や母さんに迷惑をかけないでくれ。しまいにはそんなことを言い出して私は腹が立った。迷惑ってかけられてるのは私の方だけど。あ？お前何言ってんだよ。さすがに夫は切れるだろうなと思ったが、言わざるを得なかった。正直お母さんの態度はひどすぎるわ。お母さんのせいでエミの性格が悪くなったらどうしようかとも思ってるわ。そう言うと、どうやら聞き耳を立てていたらしい義母が怒りながら今に入ってきた。あんた何様のつもり？私を侮辱するなんて許さないわ。お母さんこそ何様のつもりですか？この家に住んでいる以上、私たちは平等ですよ。あんた嫁が平等な立場にいるとか思わないでちょうだい。そうだよな。お前はこの家で一番立場が低いんだよ。根本から考え方がなってないんだよな。夫と義母はそう言って私に非があるような言い方をしてきた。もちろん私だって間違ったり、自分が正しい子育てをしているのか悩む時だってある。だからといってそんな風に罵倒される覚えはないし、義母たちが必ず正しいとも思えない。私はものすごくモヤモヤとイライラで心がぐちゃぐちゃになっていた。このまま義母と夫と同居生活を送っていていいのだろうか。それは娘のためになるだろうか。そんな風に悩んでいた時、さらに義母たちが驚きの発言をした。私たちは完全に会話がない状態になっていたのだが、ある日いきなり夫と義母が私に話があると言って、こんなことを言い出したのだ。娘が帰ってくるから、あなたの部屋を開けておいてちょうだい。え？どういうことですか？だから妹が帰ってくるんだよ。妊娠したから里帰り出産をするんだよ。本当に頭が悪いな。
だったら最初からそう説明しろよ。言葉が少なすぎるんだよ。私がムッとしていると続けて義母がこう言った。家族水入らずの邪魔だからこの家から出て行ってちょうだい。里帰り出産が終わるまでは戻ってこないで。そう言って私と子供を追い出そうとする義母。お前ら他人だろ。夫までも義母に賛同してこんなことを言ってきた。この時私の中で何かが切れた。もういい、他人というならこれからもずっと赤の他人でいようじゃないか。わかりました。それじゃあエミを連れて実家に帰りますね。そう言って私は荷物をまとめて娘を連れてその日のうちに実家に帰った。両親は私と娘を温かく受け入れてくれた。本当にひどい親子だな。そんな人たちとはもう一緒に暮らさなくていいと思うわ。両親はそんな風に言ってくれた。そのため私は夫と離婚する決意をしてシングルマザーとして娘を育てていこうと決めた。それからすぐに私は働こうとしたのだが、両親からこんな提案をされた。そしてその提案に私は乗ることに。私は義妹が出産をしても家には戻らなかった。その間に両親から提案された計画を実行していた。すると夫と義母から鬼電がかかってきた。もしもし。おい、かすみ、助けてくれ。え、どうしたの？妹の面倒が見きれないんだよ。ああ、まあそりゃそうだろうね。私がただ笑っていると義母も切羽詰まった様子で叫んでいた。どうして戻ってきてくれないの？もう出産して3ヶ月も経っているのに。そりゃ私は赤の他人ですから、家族水入らずを邪魔してはいけないなと思いまして。そんな揚げ足を取るようなこと言わないで。あの子多額の借金をしていた挙句に不倫もしてて慰謝料を請求されていたのよ。旦那さんともそれが原因で別れてたみたいで、この家に居座るつもりだったそうなのよ。義妹はもともと不良でやんちゃをしていたという話はよく聞いていた。そして私は結婚するときに親から言われて更新所で義妹のことを調べていた。するとかなり借金があることが分かっていた。ちなみに義母や夫が義妹の借金について知らないこともなんとなく気づいていた。だからあえて言わずにいた。仮に何かあれば私は自分の身は守れると思っていたし、その時は夫のことが好きだったから結婚にも踏み切った。だが夫に対してもう愛情は消えていたし、里帰り出産と言っていたがきっと面倒なことになるだろうなと思ったので、何も言わずに私は実家に帰ったのだ。そりゃ災難ですね。でも私も大輔さんとは離婚しますから。離婚？はい。ですからあなたたちとは正真正銘の赤の他人になります。そんな。あとは弁護士を通してやり取りしましょう。私はそう言って電話を切った。だがそれから数時間後、再び夫から電話がかかってきた。おい、お前今どこにいるんだよ。お前の実家に行ったら売り土地になってたぞ。あら、私の実家まで飛んできていたのね。実家はもう売ったわ。今は両親とエミと4人でアメリカに住んでるの。アメリカ？お母さんの友人がアメリカに住んでてね、いつか隠居の意味も含めてアメリカに引っ越そうと思っていたらしいの。それでもまだエミも小さいし、英語に興味を持っているから、せっかくだから私たちもついていこうと思って。そんなアメリカだなんて。夫は絶対に私を見つけられないことを悟り絶望したようだ。ああ、でもちゃんと養育費は支払ってもらうからね。支払えなかったら給料を差し押さえできるようにしてるから。私がそう言うと夫はさらに絶望していた。許してくれよ、俺が悪かったから。やっと謝ってくれたわね。でももう遅いから、妹さんの尻拭いは大変だろうけど頑張ってね。そう言って私は電話を切った。夫は離婚を最後まで渋っていたそうだが、弁護士の方が裁判というワードを出すとおとなしく従ったそうだ。裁判でお金が飛んだらさらに生活が大変になるからだろう。こうして私は無事に夫と離婚することができた。元夫と義母は義妹が作った借金と慰謝料の支払いを手伝っているそうなのだが、肝心の義妹は子育ても家事もしないそうで、その負担が義母と元夫に行って心身ともにボロボロだそうだ。本当にいい君だと思う。一方、私は両親と娘とアメリカでの暮らしを満喫している。
娘はすくすくと成長していて、英語ももうネイティブ並みの発音を身につけている。これは数年経ったら娘から英語を教わることになりそうだ。それもいいかと思いながら、私は今日もすがすがしい気持ちで一日を過ごしている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。今日も疲れたな。そう思いながら駅のホームで電車を待っていると、夫から電話がかかってきた。もしもし、どうしたの？一体何の電話だろうと思っていると、夫はこんなことを言ってきた。お前との暮らしに飽きた。もう帰ってくんなよ。え？この家には愛人と一緒に暮らすからな。は？なんと夫は自ら不倫の事実をばらしてきたのだ。私はとことん夫に呆れてしまった。はい、絶対に帰りませんから。だが後日、夫は大慌てで私に何度も電話をかけてきた。お、はい、一体これはどうなってるんだ？私は52歳の主婦だ。夫の健三とは結婚して28年になる。私たちはもともと同じ大学に通う同級生だったのだが、4年生の時に付き合い始めた。そして社会人になってからも交際を続けていたのだが、交際を始めてから2年ほどが経った頃、私が妊娠していることが判明した。そのため24歳という若さで私たちは結婚することになった。妊娠がきっかけではあったが、お互いに社会人として働いていたので、特に親からも反対はされなかった。むしろこんなにも早くに孫の顔が見られて嬉しいと喜んでいた。両家の顔合わせも無事に済ませ、結婚式も挙げて私たちは新婚生活を始めた。結婚当初は私も会社員として働いていたのだが、途中からつわりがひどくなり、あまり働けなくなったので仕事を辞めることに。俺が頑張って働いて稼ぐから、君は家事と子育てに集中してほしい。夫にもそう言われたので覚悟を決めることができたのだ。その選択は間違っていなかったと思う。私は結構体調が悪くなりやすくて、なかなか大変だった。母が定期的に来てくれて私の様子を見てくれたので、何事もなく私は無事に出産を迎えることができた。その後、私は赤ちゃんを出産、無事に娘のリナが生まれた。それから私は子育てに集中した。家事をしながらの子育ては大変だったが、娘はとてもいい子に育っていたし、娘の笑顔を見るだけでとても癒された。結婚してからの数年はすごく幸せだった。夫は一生懸命に働いてくれて、たくさん稼いでくれたし、休みの日には私や娘をいろんな場所に連れて行ってくれた。娘にいろんな体験をさせることができたり、思い出を作ることができて本当に良かったと思う。だがある日、不景気から夫が一度リストラに会ってしまった。それは突然のことだった。私も夫からその事実を告げられて絶望した。もともと私は週に2日ほどのパートの仕事をしていた。それは将来的に娘の学費に充てるためだったのだが、少ないパートでは足りなくなってしまった。私はすぐにパートを週5にして稼ぎを増やすことに。それから夫の再就職が決まるまで待っていたのだが、なかなか夫は再就職が決まらなかった。そしてどんどん心を病んでいっていた。私は仕事で忙しい分、夫には保育園の送り迎えを頼んでいたのだが、夫はそれを拒んだ。俺が送り迎えしていたら仕事がないやつだと思われるだろう。リストラに会ったことがバレちゃうじゃないか。夫はそう言って、最初は私の頼みを聞いてくれなかった。私は頭を抱えながら、どうしたらいいか考える末に、何か聞かれたら育休を取ってあげているって言いなよ、と提案した。そしたら、奥さんや子供思いのいい人だって思われるよと私が付け加えると、夫はそれならまあいいかと納得してくれて、娘の送り迎えをしてくれるようになった。だがそれはあくまでも期限付きの嘘なので、夫は必死になって就活をした。そして無事に再就職が決まり、なんとか仕事をもらえることに。仕事が決まるまでは本当に大変だった。夫は感情的になりやすかったし、自分はダメだとかネガティブになりやすくて、当時は子供を2人面倒を見ているようなものだった。
夫の再就職が決まったことでこれでやっと安心できるかと思ったのだが、再就職先はかなり給料が低かった。そのため私は継続して仕事を続けるしかなかった。そして夫は全く家事をしてくれないので私が家事をするしかない。それに仕事が決まると子育てにも協力的ではなくなった。俺は再就職して会社員なんだから大変なんだ。新人として仕事を覚えていかないといけないしな。お前は週5で働いているとはいえパートだろう。お前の方が明らかに楽なんだから家事も子育てもお前が全部やってくれ。そんなことを堂々と言ってきた夫に私は腹が立ったが、それでも子供を育てていくのに一人だけでは無理だと思った。そのため私は必死になって家事と子育てと仕事を頑張った。途中くじけそうになったが、それでも娘のことを思って頑張った。娘は本当にいい子に育ってくれて手のかからない子だった。そして娘が小学校に入ってからは私はさらに稼ぎを増やしたいと思った。私が働いていたのはスーパーのパートだったのだが、正社員の募集があったので店長に相談してみることに。すると私の普段の勤務態度や仕事の出来を評価してもらえて正社員にしてもらえることになったのだ。私は嬉しくて家に帰ってから夫に早速報告した。ねえ、私も正社員になれたよ。え？夫はものすごく驚いた顔をしていた。マジで？どこの会社？夫はびっくりしたままそのように聞いてきた。私は普通にパート先のスーパーだけどと答えた。すると夫はなんだスーパーかとバカにしたようにふっと笑った。まあおめでとう。だけど家事をおろそかにすることはしないでくれよ。そのように私をバカにしてくる夫、私はとてもムカついた。絶対に結果を残して夫よりも稼いでやる。そう心に決めた。それから私は必死になって家事と子育てと仕事を頑張った。娘にかっこいい姿を見せるために弱音は吐かずに笑顔で接し続けた。私の思いは娘に伝わったようで、娘は私のことをかっこいいと言ってくれた。私はそんな娘の言葉がとても嬉しかった。リナがそうやって私のことを褒めてくれて嬉しいわ。お母さんはリナと一緒に生活できることが幸せなの。あなたのためだったらどんなに辛くても頑張れるわ。私がそう言うと娘は少し照れくさそうにしていた。私もお母さんを将来楽にするために勉強を頑張るね。リナ、ありがとう。夫がたとえ理不尽なことを言ってきたとしても、私は娘のおかげで頑張ることができた。娘が大人になるまで私は精一杯働こうと思った。それから娘はすくすくと成長していき、そして勉強も頑張っていい成績を残していた。中学校になった頃には娘も一人で留守番できるようになっていたので、仕事に集中できるようになった。そのおかげで私は仕事でどんどん結果を残せるように。エリアマネージャーからも評価してもらうことができ、私は来年の春から店長に就任することになった。そのおかげで一気に給料が上がった。そのため夫と私の給料を合わせるとかなり余裕が出るようになった。これなら娘がどういう進路を進みたいと言ってもお金の心配はないだろう。そして娘はそれから高校に進学した。頭が良かった娘は県内一の進学校に進んだ。前々から勉強を頑張っているとは思っていたが、こんなにもちゃんと結果を残すなんてすごいと思う。リーナ、本当に偉いね。自慢の娘だわ。お母さんに褒めてもらいたくて頑張ったんだよ。私、看護師になりたいんだよね。え？そうなの？うん、いろんな人を助けたいなって思って。とても立派だと思うわ。頑張ってね。うん。娘はそれからも勉強を一生懸命に頑張っていた。私はそんな娘を応援した。夫はというと家庭を顧みずに毎日のように飲み歩いていた。土日も二日酔いからずっと横になっていて、娘も私も呆れていた。だが娘の学費のことを考えると離婚は難しい。もうこの頃には夫婦の関係は冷え切っていたし、それなら利用できるところをとことん利用させてもらおうと思った。それから数年がたち、娘は無事に医大に合格。だがそれをとても喜んでいたのは夫だった。私も娘も夫は娘に無関心だと思っていたので驚いた。
だが蓋を開けてみると娘が偉業を達成したことで周りに自慢することができ自分が優越感に浸れるから喜んでいるに過ぎなかった。そんな夫のことは置いておいて私はさらに仕事に打ち込んだ。いつか一人で安定した収入を得ながら生活をするためだ。娘も私のことを応援してくれて、そして自分も早くから貯金をしようと思ったらしく、バイトで稼いだお金はほとんど貯金に回していた。そして大学を卒業した娘は無事に看護師になった。学生の頃に立てた目標をしっかり叶えている娘を私は本当に自慢に思ったし尊敬した。娘は大学を卒業と同時に一人暮らしを始めることにした。だがそういう時に限って夫は無駄に難癖をつけてくる。今から一人暮らしなんてしてちゃんと家事はできるのか。それに最初に引っ越しをする時はかなり金がかかるんだぞ。まさかその費用を親に請求するつもりじゃないだろうな。夫の発言に私もそうだが、娘はかなりカチンときていた。私のこと何も知らないというか知ろうともしていないくせに説教じみたこと言わないでよね。私はこの4年間しっかりとバイト代を貯金しているんだから、100万以上貯めているから家具や家電を揃えても十分に生活できるわよ。100ってそんなに貯めてたのか。夫は娘がしっかりと計画を立てていたことを知り、それ以上は何も言えずに黙り込んだ。だがプライドが許さなかったようで、引っ越しの手伝いとかはしないからなとダサい捨て台詞を吐いた。そんなのいらないからと娘も言い返し、私と2人で引っ越しの準備をすることに。娘は手頃な家賃だけどしっかりとセキュリティもされている部屋をちゃんと探し当てていて、職場の病院からもアクセスのいい部屋を選んでいた。料理はよく私に教わっていたので自炊だって問題ない。私は娘が新しく社会人として頑張るのを応援した。何かあったらいつでもお母さんを頼ってね。うん、ありがとう。これから私精一杯頑張るから。そして娘は一生懸命に看護師としての仕事を頑張っていた。私はもう子育てを終えたので夫と離婚してもよかったのだが、そんな時に義母が体調を崩して入院することになってしまった。夫は義母のことが好きだったのでとてもおろおろとしていて、珍しく私に頼ってきた。母さんの見舞いになるべく行きたいんだ。一緒についてきてくれないか。夫がかなり弱気になっていたので、私も長年連れ添った情が残っていたのか、夫と一緒に見舞いに行っていた。また義母はとても優しくて私によくしてくれていたので、その恩返しの意味も込めてまだ結婚生活は続けようと思った。義母は入退院を繰り返していたが、3年後に病気で亡くなってしまった。夫は義母を亡くしてとても悲しんでいた。だから私はせめて夫が元気になるまでは一緒にいてあげようと思った。それから2年ほどが経った頃、今度は娘が結婚をするという報告をしてきた。私は娘の結婚を大いに喜んだ。婚約者の男性はすごく誠実そうな方で、大企業に勤めるエリートサラリーマンだったので安定した生活を送れるだろう。両家の顔合わせだったり結婚式などを待っているとあっという間に1年が過ぎていた。娘の結婚式にはせっかくだからちゃんと親が揃った状態で出席したかった。だから気がつけば離婚を考えていながらすでに28年もの歳月が経っていたのだった。まあここまで来たらだらだらと夫との結婚生活を続けようかな。今さら別れて新しいパートナーを探したりなんてことは面倒だし、老後の生活で一人きりでいるよりかは戦友みたいな感じで一緒に人生を歩んできた夫といる方が幸せだろう。私はそんな風に思っていた。だがそんな私を裏切ってきたのは夫の方だった。それはある日の平日のこと。私はいつものように仕事に精を出して一生懸命に朝から夜まで働いた。今日も疲れたな。そう思いながら駅のホームで電車を待っていると夫から電話がかかってきた。もしもし、どうしたの。一体何の電話だろうと思っていると夫はこんなことを言ってきた。今仕事終わったのか。え？うん、そうだけど。そうか、ちょうどいいや。ちょうどいいって？お前との暮らしに飽きた。もう帰ってくんなよ。え？この家には愛人と一緒に暮らすからな。は？
なんと夫は自ら不倫の事実をばらしてきたのだ。どういうこと？言葉通りだよ。俺には若くて可愛い美人な再婚相手がいるから、お前と別れてここに住むんだよ。だからもうお前はここに帰ってくんな。私はとことん夫に呆れてしまった。今まで私がどれだけ夫の生活を支えてきたと思っているのだろうか。だがもういい。私は完全に吹っ切れた。情なんて一切ない。夫と縁を切ってやる。はい、絶対に帰りませんから。私はそう言って電話を切った。夫はきっと不倫相手と私のことを嘲笑っているだろう。だが後日、夫は大慌てで私に何度も電話をかけてきた。お、はい、一体これはどうなってるんだ。え、何のこと。だってお前、家が、俺の家が。ああ、強制退去を命じられたのかしら。そうだよ。なんでだよ、俺の家なのに。何を勘違いしているの。その家はリナが生まれた時に私の親がプレゼントしてくれたものじゃない。だから私が相続人なの。私は追い出されたんだから売っても構わないわよね。そんな。いや、でも数年前にリフォームしただろ。あれは俺が稼いだ金から払ったはずだ。何言ってんの。あなたは全然貯金をせずに家に入れるお金も生活費の足しになる程度だったじゃない。リフォーム代は私が稼いだお金から全部出したのよ。え？だいたいさ、あなた再就職した時から給料が全然上がらず、むしろ下がってたっていう自覚ある？そんなこと言ったって、俺たちそれなりに裕福な暮らしをしてたじゃないか。お前も働いているって言ったって、たかがスーパーの社員だろ。俺よりも給料が低いだろ。私は現在エリアマネージャーだし、今度から役員の一人になるから給料はあなたの3倍くらいの手取りがあるけど。嘘だろ。あなたが私をバカにして好き勝手してた間に、私は必死になって昇進のために頑張ってたの。それがこの20年以上の歳よ。どうせ自分が手にしていると勘違いしたもので若い女性と不倫したんだろうけど、あんたが得てるのは手取り20万にも満たない給料だけよ。その家はあなたのものにはならないし、そして不倫をしたんだから慰謝料もきっちりと払ってもらうから。そんな。夫は電話越しで泣き崩れていた。最悪、とんでもない地雷おじさん踏んじゃったわ。おそらく不倫相手も隣にいたのだろう。そんな声が聞こえてきた。それから夫はもちろん家を追い出され、そして弁護士を通して私は夫と離婚をした。また夫と不倫相手には慰謝料を請求、それぞれから300万を支払ってもらうことになった。元夫はただでさえ職場での窓際族の使えない位置にいるのに、自分の不倫で家族までも失ったということで、かなり冷たい目で見られているらしい。だが貯金が全くない元夫は慰謝料の支払いのために会社を辞めることができないので、ものすごく肩身の狭い思いをしながら働き続けているらしい。そして娘にも絶縁され、孤独な状態で一人寂しく生きているそうだ。一方、私は娘夫婦の家の近くのマンションに引っ越し、一人で楽しく生活を送っている。娘夫婦はよく遊びに来てくれて、3人で食事をしながら会話を楽しんだりしている。なんと娘は妊娠をしたそうで、私は今から孫に会えるのが楽しみで仕方がない。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。あれ、葵も今日からどこかに行くの。え、温泉旅行に決まっているじゃない。いやいや、何言ってんだよ。俺は家族旅行って言っただろ。それは母さんと父さんと3人って意味だよ。え、私は言葉が出てこなかった。そしてさらに夫は驚きの発言をした。今後この家には母さんと住むから。夫はそう言ってそのまま私を置いて家を出て行ってしまった。ありえない。どうしてそうも自分勝手なのだろうか。我慢の限界に来た私はとある決断をした。私の名前は葵、30歳の主婦だ。夫の直也とは結婚して1年になる。だが順風満帆に来たわけではなく、よくここまで頑張ってきたなと思う。というのも、結婚してから夫のダメな部分がいろいろと浮き彫りになってきたからだ。まずは家のことについて。
夫はびっくりするほど片付けとかが苦手というか、家事が全くできないのだ。そしてどうしてこんなになるまで汚せるのかというほど汚してしまう。また夫は私がいくら言っても家事をしてくれないのだ。家事は嫁がするもんだろ。俺は一家の大黒柱として稼いできてるんだ。養ってもらっているのに家事までしてもらおうなんて虫が良すぎるぞ。夫はそう言って全く協力的ではない。そもそも私は働きたかったのに、結婚したら家庭に入ってほしいと言って仕事を辞めるように言ってきたのは夫の方じゃないか。それなのに養ってやっているみたいな言い方はしないでほしい。夫のそういう態度には結婚して数ヶ月ほど経った頃から嫌だなと思っていた。それでも休みの日にはドライブや旅行に連れて行ってくれたし、記念日には美味しいレストランにも連れて行ってくれた。そういうふうにちゃんと私を愛してくれて大事にしてくれていた部分もあったので、離婚まではその時は考えていなかった。だが夫に対しての不満は他にもあった。それはマザコンだということだ。母さんが呼んでるから実家に行くぞ。夫は週末になると必ず私を義実家に連れて行こうとする。私はあまり義母のことが好きではない。というのもいびりがひどいからだ。義母は私と夫が結婚してすぐに義実家に行った時からひどい態度をとってきた。ちょっと葵さん、あなた何座ってるのよ。え、あ、お父さんが。私は義父に座って話そうと言われたので座ったのに、座った途端に義母にそうやって怒鳴られた。私がどうしていいかわからず困惑していると、義父がすまなかった、妻の方に行ってくれと言ってくれた。そのため私はすぐに義母のところに行ったのだが、義母は鬼の形相で怒っていた。呼ばれたらすぐに来なさいよ。それに言い訳なんてするんじゃないの。そうやって怒鳴る義母。どうしていきなりそんな風に怒られなければいけないのだろうか。そして義母はぐちぐちと言いながら私にお茶を入れるように指示をした。だが私は義実家の食器などの位置を知らない。どこに何があるのか聞いたのだが、その都度義母は怒ってきた。もういちいち聞いてくるとかやめてちょうだい、このクズが。そうやって私を罵ってくる義母。結婚の挨拶の時や両家の顔合わせの時はこんな人だとは思わなかった。普通に話していたしニコニコしていたからだ。だが今目の前にいるのはまるで別人のように私をいびる怖い姑だ。ニコニコなんて一切しておらず、般若のような顔をずっとしている。私は一瞬にしてこの義母が苦手になった。そして義母は夫に対してはものすごい優しい笑顔を向ける。そのギャップが逆に怖くて仕方なかった。直也は本当にいい子だね。自慢の息子だよ。だからもう少しいいお嫁さんをもらってほしかったかもしれないわね。そんなことを堂々と言い出す義母。そして夫はというと、ごめんよ母さん、母さんが納得いく嫁になるように俺が鍛えるからなどと言い出した。すると義母は、そんな直也に手間をかけさせるわけにはいかないわ、私がビシバシと鍛えてあげると言った。おお、葵よかったじゃないか。母さんに指導してもらえるなんてありがたいことだぞ。え、夫と義母の発言に私は絶句した。夫は義母が私をいびっているとは思っていないようで、それどころか義母が素晴らしいことをしていると思っているのだ。お前たち何を勝手なことを言ってるんだ。さっきも思ったが、あまり葵さんを困らせるようなことをするんじゃないぞ。義父はそうやって暴走する義母たちを止めてくれた。あら、困ってるのは私の方なんですけど。そうだよ、母さんを困らせてるのは葵なんだから、いい加減にしろ。お前たちのその自分たちが必ず正しいみたいなのはやめなさい。だって母さんが正しいだろ。夫はまるで分かっていない様子で、義父も呆れていた。義父はため息をつき、私に申し訳ないと謝ってきた。私はそうやって義父が私の味方でいてくれるだけで嬉しかった。だが義母は義父が私をかばうのが気に入らなかったようだ。それからというもの、私と夫の家に一人でやってくるようになった。え、お母さんどうしたんですか。どうしたって、遊びに来たのよ。何も連絡は来ていないのですが、
直也にはしたから。義母はそう言ってズカズカと家に入ってくる。直也、来たわよ。お、母さんいらっしゃい。おい葵、早くお茶を入れろ。そういうのは言われる前にやるもんだぞ。私はいきなり義母がやってきて驚いたのに、夫はすぐに私を責めてきた。仕方なく私はお茶を入れてお茶菓子も用意した。せっかくの休日だというのに義母の相手をしなければいけないなんて最悪だ。義母はバクバクとお茶菓子を食べてお茶を2杯も飲むと部屋を見て回り始めた。あら、なんか部屋が全体的に汚いわね。葵さん、あなたちゃんと掃除をしているの？はい、掃除はしています。それでこの状態なの？掃除が下手なのね。私は掃除をしっかりしているのだが、夫がそれ以上に汚すのだ。それなのにそんな風に責められるのは腹が立つ。そして夫も義母に便乗して私を責めてくる。本当に家事ができないんだよな。母さん、やっぱり鍛えてやってよ。そうね、それじゃあ毎週私がここにやってこようかしら。ああ、いいじゃん。母さんが毎週来てくれるなんて嬉しいよ。私は絶対にそんなこと嫌だと思った。そのためすぐに義父に連絡をした。義父はまさか義母が私たちの家に遊びに来ていると思わなかったようで謝罪をしてくれた。家内が本当にすまなかった。毎週行くなんてことはさせないようにするから安心してくれ。義父がそう言ってくれて私は安心した。そしてそれからすぐに義母に注意してくれたようだ。葵、お前父さんに何か吹き込んだのか？夫はそうやって不満そうな顔をしながら私に聞いてきた。私は困っていることをお父さんに言っただけよ。何が困るって言うんだよ。せっかく母さんから家事の指導をしてもらえるのに。指導じゃなくて嫁いびりじゃないのよ。ああ、母さんが嫁いびりなんてするわけないだろ。あなた正気なの？あれは嫁いびりでしょうが。それはお前の受け取り方が悪いんだ。ただの被害妄想だろ。私はそんな風に義母が悪くないと思い込んでいる夫に絶句した。義母のことになると本当に視野が狭くなるんだな。一体どうすればこの人の考え方を変えることができるのだろうか。私はとても悩んだが、なかなかいい案は思い浮かばなかった。そして夫はその間もいろいろとぐちぐち言ってきた。母さんが家に来なくなって寂しいな。葵が面倒なこと言うから悪いんだぞ。私は頭に来たので、それなら毎週末あなたが実家に帰って会いに行けばいいじゃないと言った。すると夫は、じゃあそうするよと切れ気味にそう言い返してきて、それからというもの本当に毎週末に義実家に行くようになった。私は夫の行動に呆れてしまった。このまま結婚生活を続けてもいいのか悩んだ。それでもまだ結婚してから1年しか経っていないし、こんなすぐに離婚をしていいのかという葛藤もあって、どうしたらいいかわからなくなっていた。そんな中、夫は年末が近づいた頃にこんなことを提案してきた。今度の正月は家族旅行に行こうと思うんだ。え、旅行？ああ、温泉でゆっくりするのもいいなって思って。いいね。私は夫の提案にとてもワクワクした。でもその時にあることに気づいた。夫は家族旅行と言っている。ということは、もしかして義母も来るということじゃないだろうか。それってお母さんも行くの？当たり前だろ、家族旅行なんだから。やっぱり。私は一気に落胆した。でもせっかくの温泉旅行には行きたいな。まあ家族旅行ということは義父もいるから私のことを守ってくれるだろう。私は義母が行くことも受け入れながら正月がやってくるのを待った。だが正月当日の朝、夫がいきなりこんなことを言ってきた。あれ、葵も今日からどこかに行くの？え、温泉旅行に決まっているじゃない。いやいや、何言ってんだよ。俺は家族旅行って言っただろ。それは母さんと父さんと3人って意味だよ。え、それに母さんはお前のこと嫌いだから旅行に連れて行くわけないだろ。そんな。私は言葉が出てこなかった。そしてさらに夫は驚きの発言をした。ああ、そうだ、今後この家には母さんと住むから。え、どういうこと？お前はさ、ちょっと生意気すぎるから母さんの弟の農家に送ることにしたんだ。え、そこで農作業をして腐った根性を叩き直してもらえ。だからその間母さんがこの家に来て家事をやってくれることになったんだ。しっかり農作業をしろよ。
おじさんに迷惑をかけるようなことをしたら絶対に許さないからな。夫はそう言ってそのまま私を置いて家を出て行ってしまった。ありえない。どうしてそうも自分勝手なのだろうか。我慢の限界に来た私はとある決断をした。実はこの家は私の両親が所有している家だ。本来なら不動産投資用として持っていた家なのだが、私たちが結婚した際に毎月5万という格安の家賃で貸し出してくれているのだ。つまり名義人は私の父だ。私はすぐに父に連絡をして家を出ていく旨を伝えた。父はすぐに賃貸に出すことにし、新しい入居者を募った。そしてその間に私は自分の荷物をすべて実家に運ぶことに。するとその時、義父からいきなり電話が来た。もしもし、お父さんどうされたんですか？葵さん、すまなかった。君が旅行についてこないというか、そもそもカウントされていなかったことをさっき息子から聞いたんだ。私は家族旅行と聞いていたから、てっきり葵さんも含まれているのだと思ってたんだ。それなのに、直也は悪びれた様子もなく、3人で行くと言ったから頭に来てね。家内と2人で行かせて、私は帰ってきたんだ。そうだったんですね。私は義父なら私の味方をしてくれるだろうと思い切って相談をしてみた。夫の荷物を今すぐそちらに運んでもいいでしょうか。私が家を完全に空にしてすぐに新しい入居者を入れられるようにしたいと言うと、義父は承諾してくれた。そしてあっという間に荷物を運び終え、さらにあの家の鍵も変えた。私は記入済みの離婚届も用意して、義父を通して夫に渡してもらうように頼んだ。それから3日後、ゆっくりと温泉旅行を楽しんできた夫が私に鬼電をかけてきた。もしもし、どうしたの？鍵が開かないけどどうなってるんだ？ああ、だって変えたもの。ふざけるなよ。何やってんだよ。そりゃ新しい入居者の人を募ってるんだから。え？あの家はもうあなたのじゃないのよ。どういうことだ？あなた忘れたの？あの家の名義人は私の父よ。だから父には誰を住まわせるか決める権利がある。私はもうあなたとは結婚生活を続けるつもりはないから、あの家から出ていこうと思ってね。そしたら父も赤の他人のあなたを住まわせる必要もないでしょ。ちょっと待てよ。離婚って、え、状況が全く理解できないんだけど。あなたが私を存在に扱ってお母さんばかりを優遇するからでしょ。普通は自分の妻を一番大事にするべきでしょ。それにそういうの抜きにしても、あなたはお母さんと一緒に私を罵倒してきたじゃない。そんな辛い思いをしてまであなたと一緒にいる意味はないの。荷物もあなたの実家に全部運んだし、離婚届もお父さんに預かってもらってるから、さっさと記入して。そんな。私はそう言って電話を切った。これ以上は話しても無駄だからだ。そしてそれから数日後、義父が実家にやってきた。葵さん、息子がちゃんと離婚届を記入したよ。本当に申し訳なかった。そう言って離婚届を持ってきてくれた義父。いえ、お父さんは悪くありませんから。むしろいろいろと協力してくださってありがとうございます。いやいや、私にできることはこれくらいしかなかったから。あと、私ももう家内には我慢の限界だったから離婚することにしたよ。え？そうなんですか？ああ、息子と家内をいっぺんに追い出してやったよ。今頃、2人は慌てて部屋を探してるだろう。私はいい気味だと思った。そして私は元夫に対して義母や元夫からのいびりによる精神的苦痛を味わわされたとして慰謝料も請求した。元夫は慰謝料を支払わなければいけなくなり、さらに義母のことも養わなければならないので、現在は経済的にかなり苦しくなっているようだ。一方、私は就活をして無事に仕事が決まり、現在は正社員としてバリバリ働いている。しばらくは仕事に打ち込み、恋愛については本当にいい相手と巡り会えるのを気長に待ちながらゆっくり進めていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。いやだわ、さまし。遺産なんてこの子に渡すわけないじゃない。ほら、もうわかったでしょ。とっとと出て行きなさい。本当、こいつら言いたい放題だな。
知らないって恐ろしい。わかった、じゃあ慰謝料を請求するね。あ？だってあなた浮気しているでしょ。夫は目を見開き口をパクパクするだけ。私は晴美、4歳上の涼介と結婚し長い歳月が過ぎた。夫はとある財閥一家の三男坊ではあるが、それを彷彿させる空気は漂っていない。出会った頃はお互いに社会人なりたてであり、結婚というものをあまり意識はしていなかった。目の前にある仕事を懸命にこなしていく中で、夫が私の癒しであったことは間違いない。そして私たちはどちらが口に出すこともなく、仕事が落ち着いた頃には結婚を意識し始めていたように思う。そんな中で初めて家の話をされた時には驚いた。田舎出身の私ですら聞いたことのある企業の名が彼の口をついて出る。ポカンと口を開けたまま何も言えない私を彼はふっと笑い、でも俺三男坊だから家業は関係ないよと言っていた。夫がそう言ったことにはうなずけたのだ。聞けば上の兄二人がすでに家業を手伝っていて、夫は畑違いの仕事をしている。二人の兄は優秀で、三男である夫には家業を継げとの話すらなかったそうだ。実際結婚の挨拶へ向かうと、義母と義父は反対もしなければ賛成もしない、どっちでもいいと言わんばかりの空気を漂わせていた。ねえ、言ったでしょ、俺は期待されていないから。夫はそう笑っていたが、その瞳の奥には複雑な思いがあるのではと心配になった。結婚生活は穏やかなものだったと思う。義実家との関係も淡泊なもので、彼方から連絡が来ることはない。それはそれで寂しさを感じる面もあったが、世の中にあふれる義実家問題に比べれば恵まれているのだと納得していた。しかし義父が病に倒れたことで、私たちの人生は大きく変わっていく。実家のことだけど。ある晩、夫から話を切り出された。ただならぬ空気を放つ夫に私は静かに耳を傾けた。親父のことなんだけど、母さんが手を貸してくれって言うんだ。聞く前から何となく想像はついていた。両親を助けたいと思うのは当然のことだから。しかしこの後の言葉に私は驚いてしまう。今の会社を辞めて実家に帰ろうと思う。頭にはハテナが浮かぶ。帰ろうと思う。私の意見は？そこは帰りたいと思っているんだけど君はどう思う？が私的には正解だ。ただ私は自分に置き換えて考えた。もしも私の両親が倒れたら、そりゃ気が動転してしまうだろう。助けを求められれば手を貸したい。そう思うことは当然だ。しかしやっぱりわからない。私たちは夫婦であり、独り身ではない。どう考えてもパートナーの気持ちにお互いを立てなければならないことではないのか。瞬時にこんなことを考えてしまう私が冷徹なのか。複雑な思いが交差した瞬間だった。けれど人の考え方は千差万別だ。その一点に着目して関係性が崩れてしまうくらいなら私が飲み込めばいい。そんな考えを巡らせた私は、彼の本性を知る最大のポイントを流してしまったのである。気持ちは分かったよ。でも私たちは夫婦だよね。私も仕事を持っているし、実家に帰るということは仕事を続けられないということでしょ。決定事項を伝えるんじゃなくて相談してほしかった。あ、ごめん、もう俺いっぱいいっぱいで。母さんが今まで俺に頼ってきたことなんてなくて、ずっと出来の悪い息子だったから。これは夫の本心だったと思う。確信をつくようなことは口にしなかったが、彼は母親から頼られたことが嬉しかったのだ。後日義母とは久々の再会を果たす。顔を合わせたのは1年弱ぶりくらいだろうか。彼女は明らかにやつれ、とても弱々しい。そんな実の母を夫は心から心配しているようだった。アルミスさん、勝手だって思っているでしょ。今さらあなたたちを呼び寄せるなんてね。申し訳なかったと思っているの。あの人が倒れて明日どうなるかもわからない。そんな時あなたたちのことが頭に浮かんでね。これまであなたたちには何もしてあげることができなかった。
悔いは残したくない。私の家族は大切にしていきたいって思ったのよ。会社でね、あなたたちのポストは用意してあるわ。いつでもいいからこちらにいらっしゃい。お父さんもそう長くはないだろうから。義理の母、所詮は他人である。そんなことをパッと頭に浮かべてしまう私は冷たい人間なのかもしれない。これまで空気のように扱われてきた三男夫婦だ。今さら家族と言われたところでどうしたってうがってみてしまう。しかし隣の夫は目に涙をためて己の母を見つめている。母さん大丈夫だよ。僕たちちゃんといろいろ話し合ってるし、前向きな答えを出せると思うよ。夫は完全に飲まれていた。結局私と夫は仕事を辞め義父の会社に入ることを決めたのだ。仕事を辞めたこと、義父の会社に入ること、同居すること、それらに後悔はない。しかし、だがしかし、騙されたとなれば話は別だ。そう、結論から言えば私を義父の会社に入社させる、それは真っ赤な嘘だった。義父の会社で雑務をこなしたのは3ヶ月にも満たない。その後私に下った命は義父の介護だった。完全に騙し討ちだ。アルミさん、ご苦労様。あなたはこれからあの人の介護に回りなさい。同居から3ヶ月、なんとなくおかしな風は吹いていた。義父の会社に入ったものの、することといえば雑用だ。これまで企画部で働いてきた。それなりにスキルは積んできたつもりだ。しかしそれが入社後に生きることはなかった。それでも介護要員としてあてがわれるとは想像もしていない。どういう意味ですか？私は義母に聞き返した。すると彼女は眉間にシワを寄せ、醜く笑ってみせるのだ。やっぱり三流大でのお嬢さんは話が理解できないのね。介護は介護でしょ。他にどんな意味があるのよ。介護の意味を聞いているのではありません。1から10まで説明しなければ理解できませんでしたか？うまっ、あなた誰に向かってそんな失礼なこと。失礼ですか？そんなつもりはありませんけど。口答え自体が失礼じゃなくて？私は凌介の母親ですよ。そんなことは分かっている。私が聞きたいのはそんなことじゃない。最初から介護要員としてあてがうつもりだったのかと聞いている。あなたレベルの子があの人の会社で戦力になるわけがないでしょ。あの会社はね、一流大学出身者しか入社できないのよ。でもあなたはね。確かに私はそこそこの次大を卒業している。夫の兄の出身大学からすれば見劣りするのは事実だ。この口ぶりからして最初から義父の介護のために私たち夫婦を呼び寄せたのだろう。納得のいかなかった私は話を中断し、自室で籠城を決め込んだ。そして帰ってきた夫に義母から言われたままを伝えたのだが、美晴は親父の会社の社員だよ。ちゃんと契約したじゃないか。契約をした上で親父の介護に社員として回されたんだろう。だったらそこは職務を全うするべきじゃないのかな。本気で言ってんの？え、何が？夫は義母に頼られたことがよほど嬉しかったのか、私をかばうどころか義母サイドについた。私の味方は彼しかいない。しかし夫が私に手を差し伸べることはなかった。本来であればこの時点で離婚を突きつけ身軽になるべきだろう。けれど私の利他主義に火がついた。スマートな言い方をしているが、要は弱り果てた義父に見向きもしなくなった義母たちの手のひら返しで、現実を突きつけられている義父を放っておけなかっただけの話。これまで何の恩恵も受けていない間柄ではあるが、寝たきりで言葉をうまく発せられない目の前の老人を不憫に思ってしまった。それにいわば私は他人だ。哀れな老人の介護に限界を迎えたらこの家を出ていけばいい。そんな気持ちを持ちながら最初は義父と向き合った。おはようございます。今日からよろしくお願いします。雨戸を開けながらそんな掛け声が始まった。そしてふと義父の布団に目が止まる。畳の上に敷かれた布団を干した形跡はない。もしやと思い布団の四隅を持ち上げるとかびている。
義父に介護が必要となってからというもの、ヘルパーさんをお願いすることもなければ、義母は最低限の食事を用意するだけで、この家に寄りつかなくなった。夫やその兄弟たち、その配偶者らがケアしていた形跡もない。義父はこれまでどのように過ごしてきたのか。そんなことを思うと心が締め付けられた。お父さん、今日は天気がいいのでお布団を干しましょうか。義父はうなずくだけで表情はない。私はそうは言ったものの、寝たきりの義父を持ち上げるなど不可能だ。しかしこのままでは衛生的に問題がある。いくつかの介護動画を見た後、彼の抱き起こしを試みた。そして違和感を覚えるのだ。軽い。ひょいと上体を起こすことができるではないか。あれと思いながらも、義父は上手に横へそれてくれた。違和感を持ちつつも布団を干し、その間に畳のカビをアルコールで拭き取り、こまごまとした家事をこなした。その間、頻繁に家を訪れ、家事や義父のサポートをしてくれたのは秘書さんだけ。それから1ヶ月ほどは私がただただ声をかけ、義父は無反応という日々が続いていたが、ある時義父がふーっとため息をついたのだ。なかなか根性があるね、あなたは。え？驚いて振り返ると、義父が上半身を自ら起こし、笑いながらこちらに視線を向けていた。お父さん、話せたんですか？すまなかったね。最初から頭はしっかりしているよ。少しばかり体は不自由になってしまったけどね。試すようなことをして申し訳なかった。すぐに音を上げて出ていくと思っていたんだが、あなたは晴美さんはよくやってくれたね。ありがとう。義父はぎこちなく頭を下げた。やはり筋力は相当弱くなってしまっているように見える。いえ、そんな、こっちもなんか意地と言いますか、騙し討ちされたって思いはあるんですけど、なんていうか。まさか目の前の老人がかわいそうだったからなんて言いづらい。はは、私が惨めに映ったかな。私は無言を貫いたが、表情に出ていたのか、義父はうんうんとうなずいた。あなたのご両親は素晴らしい人たちだね。私が一緒に暮らしていた子供たちは、誰一人として倒れた父親に手を貸そうとはしなかったよ。育て方を間違ってしまったかな。さっきから返しづらい言葉ばかり並べる義父に苦笑いをするのみである。はるみさん、いつも反応しない私に話しかけてくれてありがとう。あなたの鼻歌も話もとても温かい気持ちになれたよ。能天気に鼻歌を歌っていた自分が恥ずかしい。今日は私の話を聞いてもらってもいいかな？はい、もちろん。義父は自分の過去をゆっくりと打ち明けたのだ。義父には結婚を約束した女性がいたという。しかし当時、倒産寸前まで陥った会社を救うために義母との見合い話が持ち上がったことを知ったその女性は、黙って義父の前から姿を消したそうだ。その後、やっとの思いで彼女の居場所を突き止めたけれど、彼女は病気で他界していてね。どうしてその方を探そうと思ったんですか？彼女と結婚したかったからだよ。何もかも捨てて一緒になりたかった。妻はね、悲しみに暮れた私に寄り添ってくれた。妻の優しさに心を打たれて一緒になったけれど、どこで道を間違えてしまったんだか、今頃妻は浮気相手に夢中だろうね。義母に浮気相手。衝撃の事実ではあるが、こう家に帰ってこないとなればそれもうなずける。嫌な話を聞かせてしまったね。はるみさん、申し訳ないが、あと少しだけ私のそばにいてもらえるかな？最初こそいつでも逃げ出せると思って義父に向かい合っていたが、この頃には彼が私の生活の一部となっていた。不思議と介護というものに辛いという感情はない。私は義父の要望を聞き入れたのだ。しかしそれから間もなくして、義父の体力は少しずつ衰えていき、1年が過ぎた頃にはほぼ寝たきり状態だった。言葉はしっかりとしている義父。私は彼の要望に応え、こまごまとした頼まれ事をこなす日々を送った。その間も義母が顔を見せることはない。それどころか夫も家に寄りつかない。
何度かそのことを夫に連絡するもなしのつぶて。そんな夫を見て彼に対する愛情は枯渇していた。自分の父親に会いに来ないどころか、私をこの家に置いて出て行った夫。私はサクッと興信所を雇い、夫の身辺調査を依頼した。その結果、夫の浮気が発覚。ショックは受けなかった。女の勘とでも言うのだろうか。夫の行動はなんとなく把握できていた。義父が天寿を全うしたら、私は夫と離婚してこの家を出ていこう、そう心に決めていた。そんな中、義父が発作を起こし救急搬送されたのだ。容体の落ち着いた義父は秘書や弁護士らに細々とした指示を出す一方、私を病室まで呼ぶと、この先起こるであろう遺産相続にまつわる様々なことを丁寧に教えてくれた。それは、義父と私をないがしろにし続けた義母と三人兄弟を奈落に突き落とす圧巻ともいえる計画だ。それから数ヶ月、義父は眠るように息を引き取った。彼の最後を見送ったのは私と秘書だ。その後、義母と三兄弟は連なって現れ、涙一つ見せず葬儀の相談を始めている。義母は私に目をやるとにやりと顔を歪ませた。嫁の務めが果たせてよかったわね。何の役にも立たないと思っていたけれど、使い道があってよかったわ。さあ、あなたはもう我が家とは何の関係もないの。後のことは私たちでやりますから、出て行ってちょうだいね。私は夫の顔を見た。夫は満面の笑みを浮かべている。そういうことだから離婚でいいよね。ああ大丈夫、それなりにお金は用意するから。でも遺産に関しては晴美には関係のないことだから、遺産よこせとかはやめてね。いやだわ、浅ましい。遺産なんてこの子に渡すわけないじゃない。ほら、もう分かったでしょ。とっとと出て行きなさい。本当、こいつら言いたい放題だな。知らないって恐ろしい。分かった、じゃあ慰謝料を請求するね。あ？だってあなた浮気しているでしょ。夫は目を見開き口をパクパクするだけ。その後ろで同じ行動をとる義母。気づかれていないと鷹をくくっていたことに驚きだ。ちょっとお待ちなさいな。そもそも妊娠しないあなたに非があるのよ。いや、それは違うから。妊娠しようがしまいが不定はダメ。私には慰謝料を請求する権利があるでしょ。あのね、凌介には子供ができたのよ。え？ちょっと母さん。さすがにそこまでは調べがついていなかった。義母は浮気確定の証拠を自ら差し出してくれたのだ。そうですか、子供が。おめでたいですね、凌介。慰謝料はきちんと支払ってね。そうだな、相場でいいよ。500万を今すぐ振り込んでくれるなら離婚する。 500？ そんなに？安いもんでしょ、離婚できるんだから。あなたに400万、相手に100万、相場でしょ。そうだけど。夫は気まずそうに義母の顔を見た。ああ、まあいいでしょ。厄介払いができると思えば、そんなはした金惜しくないわね。では、もう務めは果たしましたので、私は出ていきます。あら、素直ね。所詮、あなたもお金なのね。二度と私たちの前に姿を見せないでちょうだい。それはどうでしょうか。後日、顔を合わせることになる。けれど私は言い返すことなく黙ってその場を後にした。その後、夫は5日間に分けて慰謝料を振り込んできた。そして私たちは離婚し、晴れて自由の身となったのだ。後日、義父の会社の顧問弁護士に言われるがまま会議室に顔を出すと、元義母と元夫の顔が分かりやすく引きずっている。どうして晴美が？社長のご意見です。お父さん、最後まで見届けてほしいんですって。元義母らは不満を隠さなかったが、弁護士に促されると押し黙った。では遺言状について述べさせていただきます。次期社長には長男である正樹さん、財産分与について。ちょっと待って。長男の名前は良太郎です。正樹なんて名前ではありませんよ。ええ、社長とエリコさんの間に生まれたご長男ですから。あの、私は美智子ですけど。ええ、存じております。あの女、隠し子がいたのか。今すぐその醜い子供をここへ呼べ。
会社は長男の良太郎に継がせるのが筋じゃないか。いえ、私が父の命により会社を引き継ぎます。は？あなた。はい、私が長男の正樹です。元義家族は一瞬にして凍りついている。それを見られただけでも心がすっと軽くなった。もちろん私は全てを知っていた。救急搬送され意識を取り戻した義父が全てを打ち明けてくれていたから。とはいえ、義父の正樹くんの存在を知ったのはエリコさんが亡くなって数年後のことだ。彼女のお墓参りで正樹くんと出会ったのである。正樹くんは私と共に義父を献身的にサポートしてくれた。どうして秘書がここまでするのかと疑問を持ったが、全てを聞いて納得した。母親が違うだけで人格形成がこんなにも違うのだと感心させられたものだ。義父が正樹くんに会社を任せると言った時、私もそれに賛同した。彼は人の痛みがわかる人だ。会社の多さには私利私欲にまみれた人ではなく、人の気持ちを汲み取れる、かつ人望のある人でなければならない。その器に正樹くんはマッチしているが、元義母の育てた息子らは私利私欲しかない人間である。誰が見ても適任は正樹くんであると答えるだろう。そんなの無効よ。すでに手続きは完了しております。そんなの裁判を起こせばいくらだって覆せるわ。それにその子が本当にあの女とあの人の子供だなんてわからないじゃない。あの人は騙されたのよ。まったく人がいいにも程があるわ。そうですね、確かにお父さんは人が良すぎましたね。だから彼女との仲を引き裂いた情報人であるあなたの偽りの優しさに騙されてしまったんですね。なんですって？まさきさんのことは認知済みであり、 DNA 鑑定もされています。その結果、前社長のご子息であることは証明されております。裁判とのことですが、奥様、それにお子様たちは会社のお金を横領されていますね。裁判を起こすということであれば、そちらも同時進行という形で告訴を検討しております。すでに調べはついておりまして、使途不明金が9000万兆発覚しておりますが、まずはこちらの返済を求めます。遺産には遺留分がありますから、いくらかは奥様たちにも渡ることにはなりますが、まずはそこを明瞭にしていただかなければなりません。これも正樹くんが義父に頼まれて調べたことだ。すでに証拠が揃っている以上、元義母らに逃げる術はない。それにしても情けない。眼首揃えて野面に立つのは元義母だけ。三兄弟は青い顔をして静かに縮こまっている。こんな奴らに会社の多さが務まるわけもない。結局、この話し合いから2ヶ月。彼らの隠し財産である横領したお金、別荘、車、ブランド品もろもろのものが押収され、飲食で消えたお金以外は全て会社へ返金された。もちろんあの三兄弟は懲戒解雇。わずかな遺留分のお金で生活の立て直しを図っているようだ。正樹くん曰く、義母が長男一家と共に賃貸で暮らしているそうだが、長男嫁からは邪魔者扱いされ、肩身の狭い思いをしていると聞く。元夫はといえば、あの後何度か復縁を持ちかけられたが拒否。人生で一番大変だった時に手を差し伸べてくれなかった人だ。そんな人を助ける義理などない。俺もさ、騙されてたんだ。お腹の子、俺の子じゃなかったんだよね。わかるだろ？俺は子供を守ろうとしただけで、でも俺の子じゃなかったんだから守る必要もない。もう一度やり直そう。今度こそ大切にするよ。遠慮します。これが奴との最後の会話だ。元夫はあれから交通整備の仕事をしていると聞く。一応働く意思はあるようだ。あれから半年、私も第二の人生をスタートさせた。新しい職場は正樹くんの会社だ。私はそこで企画室の一員として働いている。義父には本当に感謝している。仕事を用意してくれただけでなく、多額の税金をかけて私にも生前贈与をしてくれたのだから。でもこのことは弁護士正樹くん、私だけの秘密だ。離婚して義父ではなくなったが、月命日は欠かさずにお参りに行っている。お父さん、ありがとう。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。
では次の動画でお会いしましょう。